1節目より2節目、2節目より3節目っていう形で徐々に自分の中ではいい感触も得られているので、そういったところは良い結果かなと思います。やっぱり今はトップ下のポジションでやっているので、もっとボールが入った時に前を向くことを意識したり、まあ、あとはそのボールを受けた時の判断として、ドリブルなのかシュートなのかパスなのかっていう判断のところをもうちょい高めていく必要があるのかなっていうのが今感じているところです。もちろんここ3試合出てまだ得点もアシストもできてないので、まあ、そういったところはもうちょい自分の中でもこだわっていかないといけないところなのかなとは思っています。やっぱり結果残すってところが一番だと思うので、まあ、それにまずは勝てるように、まあ、自分も結果を残すこともそうですけど、チームに貢献することを一番に考えてやっていきたいと思います。再開できたことがまず何よりもありがたいというか、本当だったら今シーズンなくなっても全然おかしくない状況だったと思いますし、逆にこれからもこうコロナの影響を受けてどういう風になっていくかもまだ先も見えないので、今ある状況でどれだけちゃんとできるかがすごい大事になってくるかなと思います。そうですね、やっとデビューしたっていう感じがしたというか、正直こうリモート観戦でもすごいありがたい応援をしていただけてるのはすごい感じましたけど、やっぱり人が入ってあれだけ熱量が出たらやっぱり力も出ますし、やる気も出たので、すごいそこは励みになるなと思いました。見てる人たちもすごい悔しいと思いますし、何よりも自分たちは本当に何やってんだっていう感じにすごくなってるので、もう何が何でも結果をというか、内容もすごい楽しい内容であったりとか、いい内容にするのもすごい大事ですけど、まずは結果をっていうところでどれだけやれるかだと思うので、それのための練習をしてますし、そのための試合運びをしっかりとできるようにもっと練習から頑張っていきたいなと思います。ファンサポーターの皆さん、今シーズンから新しく自分がこう清水エスパルスに加入して、しっかりとチームの力になれるよう、これからも精一杯努力して、精一杯プレーをピッチでいいプレーを見せて、応援していくのが楽しいと思えるような選手にしっかりとなっていくので、これからも応援よろしくお願いします。